はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。旧約女神転生ね、続きやっていきたいと思います。で、戦闘しなくてもどうやらボルトロス仲間にできそうな感じなんですよね。ほんとすっかり忘れてるなぁ。まあ、とりあえずプリンスホテル上がっていくことにしましょう。はい、ここ何？ああ、武器屋さんか。ああ、ガバメントってなんだっけ。ああ、攻撃力があるのね。磯野にね、ウージー持たせましょう、うん、はい。で、こっちか。ああ、さっきも言ってたね、俺にはやつがそんな悪者だとは思えんのだが。ああ、なるほどね。おお、金もらった。ははは、ちょうどなくなってきてたとこだったんでね、ありがたかったですね。メッシャーさん、何？もう一回飛ばしちゃった。はい、救世主のことじゃ、このバカ者めって。こっちもなんかよいしょ、いいね。20年も探してるの。まあ攻撃力は弱いけどね、複数攻撃できるのはありがたいですよね。さあ、上がりましょう。でね、ちょっと宝箱バグがどうもあるみたいなんで、例のごとくここのちょっと2つの宝箱を使って武士を決めていきたいと思います。スラップスラップ若い出てきますね。まあ、マグネタイトは枯渇しそうな感じはないから、ああ、そういうことか、1階に降りりゃいいのか。そういうことですよね。暗がりに大きな犬のような悪魔がいると。これがオルトロスのようだ。話しかけますか、ガルルルル。オルトロスはじっとこちらを見つめている。お前たちが救世主とやらはパズ様から話は聞いていると。東京タワーの魔女を倒す気なら喜んで仲間になろう。ステータスみたいですね。あー、すごい、121あるんですね。ケロベルスと違って交代ポイントちょっと高いですよね。
かしておいては危険な存在ですよね。ということは九段まで行かないといけないんだね、おそらく。ここが品川だから、おお、わかった。強さね。はい。この辺はまだパンクスか。あ、渡れない。なんかすごい音してたね今。寝てるし。ここが有明でしょ。一歩歩くたんびに出てくる。おお、ニューフェイス。北の方に行けばいいのかな。あー、東京タワーあったあった、そういうことか。どっかでセーブできんかな、この辺。あ、六本木か。ん？うん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 。回復アーマー。ワイト。危なかったね。強いよ結構。うわー、なんか広そう。とりあえずこっち行こうか。回復、ちょっとお金もったいないから魔法で回復してからね。
よしよし、これでいけるでしょう。邪教の館がないのか。ああ、女性専門店か。へえ。あ、なんとか戦える感じ。うわ、すーいっぱい出てきた。おお、かっこいい。ないんだね。あー、なるほど、反対側に出るってことか。出たところでって感じだけどね。ここはセーブできる場所がないのかな。そんな感じするな。あー、なるほど、北側に出んのか。はいはいはい。で、ここはあー、なるほど、北側の部屋っていうことね、マップ的には。ほい、おう。わあ、ワイトさんばかり出てくる。トロスいなかったらやばかったね、これ。バーダミアン。上野の悪魔を、治めるでよかったのかな。あがめるか。ティーバー教の聖地だから信者でいっぱいよと。二
入信すれば命だって助かるってどんどん増えているわと、最近はすぐ隣の渋谷でもミサをやっているのよと。我が輩は木星からの使者だ、特別に面会を許す。ヒック、おお、ピラーっていうのがあるんですね。7つの星の力が込められておって、この力は失われた王女を呼び起こすことができると。わかるかと。ある悪魔には効き目の高い魔法も、別の悪魔には効かないこともある。まあこれはそうですよね。まあこれはこの辺はいつものやつですね。新月になるとマッパラーがなくなるっていうのはね。まあものすごくエンカウント率が高いのは気になるんですけど、すごい高いね。ゴールドスライム。お金いっぱい入るの？まあちょっと多いぐらいか。一体だから良かったけどね、結構強い攻撃。あー、やめとこ。ちょっと確認して買っとるようにしないとね。あー、そうか、六本木は外れか。あー、ケルピーさんね。はいはいはい。あ、出てくるんだ。あ、邪教の館あった。あー、決まり巣しかできないんですよね。どうしようかな。ドワーフとケルピーさんでできるね、フォルネウス。この辺あんまり強くないな、でも。とりあえずピクシーとハピーさん混ぜちゃえ。アッシースライムでね。あ、ちなみにゴブリンとピクシーだったら同じ？あ、同じか。そうですね、ちょっと回復させて、それぐらいでここはちょっと終わりにしましょうか。まあようやくね、自由に行動できるようになった感じがしますよね。ちょっとあまり一足飛びにやるとね、なんか変な感じになった記憶があるんで。ブッカブーさんね。ああ。
ガンダルバさんだと戻っ、あーペガサスっているんだ、へー、あーかっこいいじゃん。完全に魔法系ですけどね。ブカブーさん作っとこうか、70あるしね。うん、ゴブリンさんその辺で出てきそう、あ、ゴブリンさんじゃない、ドワーフさんその辺出てきそうだからね。終わる言うときながらもう一回構成しちゃったすいませんねこれもうちょっとねスピードアップできんかなっていつも思ってるんですけどね。まあ、しばらく主力になりそうな感じですわね。はい、よろしくお願いします。もうこの辺になってくるとね、レベルが、あ、フルネウスとかを作るあれになってくるんで、またちょっと、これでいいでしょう。はい、ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。